カマスは、スズキモクサバアモクカマスカに分類される魚類の総称。カマスカは、カマス族のみ一族で構成され、オニカマスなど少なくとも21種が記載される。バラクーダという英名でも知られている。秋冬時期のカマスを特に、シモフリカマスという。カマスカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋の熱帯、亜熱帯域に幅広く分布する。 主に沿岸域に生息し、ンゴ礁や岩礁の周囲で群れを形成し、活発に泳ぎ回る。食生は、魚食性で、イワシなど他の魚類を貪欲に捕食する。人に対して攻撃性を示す魚類の一つであり、一部の地域では、サメよりも危険な存在と捉えられている。ほとんどの種類が蝶魚あるいは食用魚として利用され、低地網、 かえ縄などで漁獲される。肉は白身で淡白だが、生では水っぽく柔らかいため、刺身で食べられることは少ない。ほとんどが干物、塩焼き唐揚げなどに加工される。カマスカの仲間は細長い円筒形の体型を持ち、全長は20から30センチメートルほどの種類から2メートルに達することもある。オニカマスまで様々である。口は大きく。 やや突き出た下顎には鋭く強靭な歯を備える。側線がよく発達する一方、エラ歯はないか対価的。背びれは二つあり、互いの間隔は広く離れている。前方の背びれは五本の棘状からなり、後方は一棘九難状。胸びれは体側のやや低い位置にある。近縁の立ち上下とは異なり、勝利ヒレを持たない。椎骨は十四個。カマスカには、 ネルソンの体系において一族21種が認められている。本体系はカマスカをサバアモクで最も原始的なグループとして位置づけているが、本家をサバアモクから除外する見解も多い。本校ではフィッシュベスに記載される一族26種についてリストする。台湾カマス。インド太平洋に広く分布し、水平方向に長い群れを作るオ,オメカマス。 和名の通り大きな目が特徴。ありがとうございます。